はい、じゃあおはようございます。李州の城田です。今日はね、ちょっといろいろお魚を案内していきたいと思います。まずはね、今日はね、高知からね、結構いろんな魚が来ました。高知はね、だいたいスクモとか、まあ、土佐清水とかから来るんですけども、サンゴ礁がね、近くにあるので、結構いろいろな変わった、魚と、まあ、色鮮やかな魚があります。はい、今日はね、まずはね、やっぱりスジアラですね。はい、ね、まあ、ちょっとね、個体的にはちょっとこう細いですけども、スジアラなんて来ました、ね、これは高級魚ですね。ムニエルとかね、お刺身ね、焼いてもいいですし、何でも美味しいお魚です。はい、特にだしとかね、もう取れますし、美味しいお魚です。はい、で次はね、はい、高知県はね、はい、これね、ツバメウオですね。まあ、スジアラと比べるとですね、味はちょっと落ちますけども、ね、鮮度はね、高知の魚はいいんでね、お刺身、ムニエル、味をつけてね、いろいろ味噌漬けなりして食べていただければいいのかなと思います。はい。あとはね、高知の魚ではね、今ちょっと取れてるのはね、これね、黒い星がついて黒星増え台というのがね、取れています。これはね、小さいお魚はね、姿作りにしたりとか、ムニエルしたりとか、フライにしたりとかがね、万能の、ね、お魚となってます。はい、結構味もね、甘くて美味しいですよ。はい、さあ次はね、ちょっとね、小さいんですけども、はい、ねこうちょっとこう糸を引いてる感じでね、糸引き味と言います。はい、ね、まあ、これもね、すごいリーズナブルな魚なので、お刺身、ね、ムニエル、フライ、ね、いかがでしょうか。はい、こんな感じでね、いろんな魚がね、高知も魚が取れます、ね、あとはね、高級魚ですね。はい、これもね、高知から来ました明治鯛ね、身が甘くてね、もうお作りね、お寿司にしたりとか海鮮丼にしたりとかですね、そんな風に食べてもらえれば、本当に美味しいお魚になってます。はい、なんでね、まだ高知もね、どっちかな、こんな、でかい、これはもうね、16キロあります。沖ザワラ、もうね、箱に入らないでね、頭ね、落として来てますね。エラはね、もうすごく赤いですね。鮮度いい沖ザワラね、こんなね、近く、まあ、カツオをね、取りに行く人がね、そこに沖ザワラを来て、逆にね、カツオ釣れなかった時は沖ザワラ釣って帰るとかいう形で取ってくるそうです。はい、あとはね、あとは高知の魚でね、これからね、だんだん美味しくなってきます。ツムブリって言います。はい。ツムブリはね、小さいツムブリ結構あるんですけども、やっぱりね、3キロ超えたツムブリになるとですね、油の質がね、すごく上品に変わります。ね、とても甘くてね、美味しいお魚、焼いてもよし、炊いてもよし、お刺身でもよしの、ちょっとね、ハマチに似た、魚となります。あとはね、今このね、時期はね、いい時期なのはね、これでね、和歌山県から来ましたね、高知が終わって和歌山ですね、和歌山が来ましたね、横浜マグロのね、ちょっと小さいやつ、子供ですね、これ僕ら新子って言ってね、やってるんですけども、脂はね、あんまり乗ってないんですけども、すごい身がね、もちっとして、でね、食感がすごく良くてね、美味しい魚です。これがね、今、横輪のね、これからの始まりです。ね、今からね、横輪は、冬に向かってね、どんどん、良くなって、まあ、大体ね、漁場は長崎とか、ね、島根とかが多くなっていくんですけども、サイズも徐々に大きくなって、すごく美味しいお魚になります。はい、これからですね、これね、もちっとした食感もね、楽しんでもらったらどうでしょうか。はい、はい、あとはね、今日もいろいろ来てましたけども、あとはね、
熊本からちょっとね久々に熊本のね、カマスね、それもね大きい 200g アップのねお刺身できるもうしっかりした、カマスが入りましたね。秋は秋カマスと言いますけども、ね、このカマスこれもね売り場に並んでたらね食べていただいてはどうでしょうか。はい、ねまあ、こんな感じでね、いろんな種類の魚がねやっぱり秋になって増えてきました、ねまあ、これからね他の魚もいっぱいあると思うんですけども今日はね高知とか和歌山をメインにね、お話しさせていただきました。また売り場でねスーパー行って売り場見てね何かこう あったなと思って食べていただけたらなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。はい、こちらは養殖のシマアジです。養殖のヒラメです。やっぱ天然と比べてよく超えてます。天然やったらこう真っ白なんですよ、裏っ側がね。でも養殖もはこうやってあの色がついてる。これがなんかヒラメの養殖の養殖のヒラメです。こういうのが。本場は天然だったらもうちょっと真っ白なんですけど。たまに天然でもこんなを天然でも。で、パンダとかなんかみんな出てます。はい、ほな イシダイ紹介します。うん、でっかい石だよ。産地が徳島でこれで3キロサイズです。1キロ超えてるでしょ。あれはあれで500サイズぐらいですか。これ石垣です。さっきのが石だよ。でこれが石垣で、ちょっとこんまりしてる。はい、今日の写真は以上でございます。ありがとうございました。すみません、おはようございます。履修です。今日はですねこのしじみですね、ちょっと地味なんですけど、しじみ、これちょっとだいぶ大粒のしじみなんですけど、これはね鳥取県の小山池から来てます。小山池言うたら日本最大の池ですね。汽水湖となっております。で、まあ、これから水温下がっていくに従って旨味成分が凝縮されていき身の方も大きくなっていきます。はい、これからまあ味噌汁ですね、寒い時にちょうどいいと思います。ありがとうございます。はい、おはようございます。本日の商品案内ですけど、まあね、これから、まあ、季節寒くなってきますので、日中はね、まあ、ちょっと暖かいですけど、夜とかちょっと寒いぐらいで鍋物の季節になります。まあスーパーとかで売ってらっしゃるのが、まあ、こういうふうな海鮮鍋とかちゃんこ鍋とか、まあいろいろあります。あとまあそうですね、つみれ団子、こういったつみれもあります。まあ鍋に入れていただいてもよろしいですし、あとまあ揚げ物とかに油で揚げていただいても美味しいかとは思います。まあ鍋物でこういうのもいろいろスーパーとか売ってますんで、まあまたスーパーとか行って見ていただけてもいいかなとは思います。はい、以上です。あ、じゃあ
すみません、おはようございます。今日はですね、普通のキワダなんですけど、キワダの下ろす、まあ、順番というか、まあ、その流れですね。まあ、それじゃあよろしくお願いします。最初に、ね、このようにこの尻尾ありますね。これがね、こう並んでる時ね、定番並んでる時ってこういう状態で並んでるんですよね。で、見るときにこのね、油が乗ってるかどうかですね。こういう皮肌になる。で、血合いの色。それとこうですね、こういう身の質ですね。それをこう照らしてみて、光ってないかとか。まあ、各ね、あの、お店の、やっぱり社長さんとか、こう、品物さんのこのサンプルがこれですよね。で、いきますね。で、今日これ39キロ和歌山ですね。で、これね、皆さんね、ご存知だと思うんですけどね、これね、魚にはね、表と、表との、ね、裏っていうのがあるんですね。いや、それこういうふうに、これが、背びれですね。これね、黄色いひれがいるんですよ。これが木肌ですね。で、色がね、なんとなくね、黄色っぽいからね、木肌っていう説もありますし、このね、黄色い、これね、木肌っていうのもありますね。ただね、マグロはね、こう、高速で泳ぐためにね、こうピタッとこう収納されるんですね、パーツが。このように。ピタッと。まずはね、サバと親戚なんですよね、実を言いますと。皆さんご存知とは思うんですよね。で、これ、片身下ろしていきますね。最初にね、このように、ナタですね。ナタで下ろしていきますね。で、続けて、デバですね。マグロはね、5枚下ろしなんですよね。最初に来てもらったもんですね。釜外します。このように骨とかヒレですね、この身に沿わして身をつけないようですね。ね。次に腹から外しますね。こちらから行きます。なかなかね、こういう角度で見る機会がないと思うんですけど、最初にね、腹ですね。最初に皮だけですね、皮だけ切って。ね。で、この脂肪のところですね。この時に背骨に身をつけないようにね。では、正度腹割りますね。これね、キハダとかね、メバチはね、全部ね、このラインが違うんですよね。キハダっていうのはね、ここにこう、ポコって出てね、このヒレが収納される。だいたい指が1本くらい入るんですね。でも、ここに包丁を入れても、ここがゴールなんですよね。で、こうスタートします。で、これね、人間の感覚ってすごいですよね。これスタートしてね、こっちのここを見てるとね、こう、まっすぐ包丁も進めるんですよね。でもここを置いたらこれマグロでこれまっすぐ置いていくんですね。次で背肩を下ろしますね。その方も同じくね、この背骨に身をつけないようにね。最後こちらの方、こちらの方に取りますね。これも血合いにですね、この手もね、身をつけないようですね。で、それ大体ね、元の目方からね、大体ぶどまり的にはね、70% ですね。頭とかヒレとか
ってる分が 30% ですね。で、畳出来上がりますね。こんな感じですね。こんな感じですね。背骨に身をつけないようですね。すいません、今日はマグロのキハダマグロをね、おろし手順を紹介しました。よろしくお願いします。ありがとうございました。